教育学研究家の遠藤と申します。それで私の今日のお話ですが、人の子育ては進歩しているのかという、タイトルでですね、何か面白い話が、できればいいかなというふうに、思っております。私自身もともとどういうところから子どもの発達の研究に入ったかと申しますとですね、ご存知かと思いますが、スヌーピーの出てくる漫画ピーナッツにライナスという少年が、主要な登場人物の一人として、出てくるわけです。でいつもこのライナスという少年はこういう毛布を持ち歩いているんですね。実は毛布だけではなくて、お子さんによってはシーツの切れ端であったり、タオルであったり、ガーゼであったり、ハンカチであったり、あるいは柔らかいぬいぐるみであったりですね、そういうものを持ってなかなか離さないお子さんがいるんですね。その一方で全然そんなものを必要としないお子さんもいるんですね。でなんでこういう一人一人のお子さんの違いというのが生み出されるんだろうか、それを調べてみたいということで、おそらくそうした一人一人の性格であったり個性というのは、一つはやはり、育てられ方というところに、関係してるんじゃないかということで、一つ、私の、専門としてあるのは、親子家族関係、と子どもの、社会性の発達、すごく平たく言うとですね、どんなふうに育てられるとどんな性格個性の子どもになるのかなとですね、そういうことに関して、素朴にですね、研究をしているということが、ございます。その一方で人の感情というものに関しても、少し関心を持っておりましてですね、これ昨年になるんですが、東大出版会が情の理論というですね、変なタイトルの本を出させていただきましたですね。情の理ってなんか聞き慣れないなということなんですがですね、通常情と理ですね、感情と理性というのは対立的な構図で考えられていて、感情というのは人にとってとっても厄介なもの、非合理的なもの、破壊的なものっていうふうに考えられているんだけど、実は人の感情の中にはすごく合理的な働きっていうものが含まれているんじゃないか、ね、じゃあその人の合理的な機能性って何だろうか、それを考えてみようということで、書かせていただいた、本であります。そういう意味で、情の理ということでですね、感情には元来いろんな、機能、そしてそれはもしかしたら進化の産物ですね、人が、我々の祖先がですね、いろんな難題に、遭遇したときに、それを切り抜けるための心の喪失として、進化してきたっていうふうに、考えてもいいんじゃないかですね、そんな立場で、感情ということに関してもやはり細々と研究をしております。でそういう、発達心理学の興味と、感情心理学の興味という観点から、言うとですね、子どもと養育者、親ですね、あるいは家族の関係というのは、それこそさまざまな感情が、色濃く交錯する場というふうに考えられるんじゃないかということですね。そして、親の側の感情、子どもの側の感情、これが、自然にうまくかみ合うところで、子どもの発達というのが、徐々に立ち上がってくるというメカニズムがそこに備わっているんじゃないだろうか、そういう立場で、私自身は親子関係、家族関係、あるいは、子どもの発達ということを考えております。もちろん時々かみ合わないですね、そこには食い違いとか齟齬っていうのが生まれることもあって、これは時々深刻な親と子どもの、対立とか葛藤とかっていうことに、なったりもするわけでありますね。で、そういう関心を持っている中で、じゃあ進歩、どういうふうに考えればいいかなというね、すでに2人の先生の中にも、そういうことに関わるお話というのは、豊富に含まれていたわけでございますがですね、で子どもの育ちをめぐる、全体的な状況、これは何を申し上げたいかというと、実際に安全に生まれて生きて大きくなっていく、それを支える仕組みというのが、どうなのかという観点から言うと、例えば、乳児死亡率ということ、これは
厚生労働省のですね、人口動態調査というところでですね、一番初めに、まあ、今のような調査が行われたのが、まあ、今から100年超前ですね、100年ちょっと前の1899年というふうに言われていますが、まあ、その段階の、まあ、乳児死亡率、ね、1歳までに、まあ、命を落としてしまう、ね、子どもさんの比率というのはどれぐらいあったかというと、15.38%。それに対して、まあ、一番最近のデータである2012年の乳児死亡率というのは 0.22%、ね、もう劇的に減っているわけです、ね、劇的に減っている、ね、当然のことながら、まあ、この背景には医薬であったりとか衛生であったりとか栄養福祉、ね、あるいは経済保険エネルギーいろんなものの進歩というのが、まあ、そこに関わっているということは、ね、想像に難くないわけであります、ね、あるいは、まあ、それ以外、ね、子どもがそれこそ字を覚えそして字を書けるようになるという、まあ、そういう識字率なんていうことに関しても、日本においてはここ100年ぐらいの間に、まあ、飛躍的にそれが、まあ、増してきている、ね、まあ、今では、ね、もうほとんどの、まあ、子どもが、まあ、字を普通に読めて書けるという状況になってきて、まあ、その背景には、当然のことながら、まあ、絵本から始まり、ね、子どもを巧妙に文字の世界にまあ、いざなっていくような文化とか教育的な仕掛け、ね、まあ、こういうものもやっぱり進歩というふうにまあ捉えられるような気がします、まあ、そういう意味で子どもの育ちをめぐる、まあ、それこそ全体的な状況っていうことで言えば、ね、まあ、進歩ということを信じていいのかなという気がいたします。そしてまた、まあ、子どもの発達とかあるいは人の生涯にわたる発達、ね、生まれてから死ぬまでの、まあ、変化ということに関わる学問、ね、この進展も、まあ、最近はかなり目覚ましいものだというふうに、まあ、考えられるような気がします、ね。まあ、そういうふうに科学というのが、まあ、進展してきてはいるんですが、ちょっとやはり気になるのはそういう科学的な進歩という学知というもののその蓄積というものとじゃあ日々の子育ての実践というところにねどれぐらい、まあ、いい意味での、まあ、関連性というのが成り立っているのかというふうに考えたときに必ずしも学問の進展というのは日々の子育てというところに、ね、十分に反映されていないところがあるんじゃないかな、ね、まあ、そんなふうなことを、まあ、考えるところが、まあ、ございます、ね。まあ、特にまあ、私は本当に、ねまあ、日々の、ね、日常的なちっちゃいお子さん、ね、乳幼児とその親の関係性ということを、まあ、専門的に、まあ、研究をしておりますので、ね、それこそ目の前にちっちゃい子どもがいたときにその子どもに接し抱き上げ、話しかけ、ね、遊びしつける、ね、そういった、まあ、当たり前の関わりという視点から見たときに、ね、そこに、まあ、進歩というものはあるんだろうか、ね、まあ、そういうことを、まあ、考えることがあります。そして、まあ、当然この進歩ということを問うには、ね、元来、ね、人の子育てっていうのはどういうものとしてあったのかということを想定しなければ多分進歩は語れないだろうということで今日はですね、まあ、2つの視点ということで、ね、生物学的に見たときに生物としての人本来の子育て、ね、特に乳幼児の養育というのはどういうものであったのかということについて、まあ、考えてみたいと思います。一つの視点というのは、ね、誰にいかに子育てされてきたか、ね、なんか馬鹿げた問いのように思われるかもしれませんね。当然親が子育てをしてきた、ね、特にお母さんという存在は子どもにとってすごく重要な存在だった、ね、まあ、それはまあ誰もがまあそういうふうに思っているところがあると思います。ただまあここで問いたいことっていうのは例えばお母さんだけが重要だったのか、ね、もしかしたらそうではないかもしれない、ね、まあ、そういうことをまず考えてみたいと思います。そしてまあもう一つの視点というのはその子育ての実践の中で特に何が大切なものとされてきたのか、ね、特に子どもに、ね、子育てを通して何が伝達されてきたのか、ね、そういう視点から、まあ、進歩ということを少し考えてみたいと思います。最初の、まあ、視点誰に、まあ、どういうふうに子育てされてきたんだろうか、
ね、まあ、こういう観点から見たときに、ね、まず考えなければいけないこと、まあ、これは先ほどの、ね、近藤先生のお話の中にもすでに、ね、含まれている話題なんですが、まあ、人の特殊性、ね、人の赤ちゃんというのはチンパンジーとかゴリラとか、ね、まあ、人間に近しいと言われる、まあ、霊長類の、ね、仲間の赤ちゃんとはちょっと違っているところがある、ね、まあ、その特殊性ということをまあ考えてみようと、ね、まあ、その一番、ね、ここに書いてありますね。極めて未熟なのに重い、ね、未熟なのに重い、未熟なのに重い、ね、これはもう先ほど、ね、近藤先生にすごく詳しく説明していただいたところです、まあ、二足歩行するように乗って、骨盤の構造が変化した、そして産道というのが狭くなる、ね、狭くなると当然のことながら先ほどもあったようにですね、大きい頭の赤ちゃんというのはその狭い産道というのをなかなか通ってこれない、ね、ということはお母さんのお腹の中であんまりにも成熟して大きくなってしまうと、その狭い産道を通って出てこれない。だからある程度、ね、未熟でも、ね、ギリギリ頭が通れそうなところで生まれてくる。だから、まあ、人間の赤ちゃんというのは相対的に、ね、未熟であるということが、まあ、言われていますね。まあ、参道を通れるギリギリのポイントで生まれてくる、まあ、先ほどのお話の通りです、まあ、かつて今からもう半世紀以上前の研究者ですが、ポルドマンさんという人が、ね、それこそ、ね、そういう人間の性質を生理的な早産とかですね、二次的収葬性、ね、まあ、普通、ね、進化の進んだ生き物というのは理想性、すぐ、ね、親元を離れて自律的に生活できる性質を持っているんだけれども、人間は進化しているはずなのになぜか、ね、巣にくっつく、ね、まあ、この場合は母体にずっと長くくっついて生きるっていう性質を持っている、これはなぜなんだろうか、ね、まあ、こういうような、まあ、言葉を、まあ、提唱したわけですが、もちろんそのポルトマンさんの考え方というのは今では、まあ、随分といろんな修正を余儀なくされているわけですが、ただし人間の赤ちゃんが、ね、未熟な状態で生まれてくるということ、ね、まあ、これは、ね、誰もが、ね、まあ、認めなくてはならないところかと思います。そして、まあ、先ほど出産の困難性という話、近藤先生のお話があったわけですけれどもですね。で、まあ、出産が困難だ、ね、まあ、これはアメリカのデラウェア大学というところの、ね、カレン・ローゼンバーグさんという女性の研究者が提唱していることですが、あまりにもお産が大変なので一人で、ね、子供を産むことできない、ね、だから出産の段階からいろんな人に手伝ってもらっていたはずだ、ね、でそしてその手伝ってもらうということが人間の協力っていうことの出発点にあるんじゃないか、ね、まあ、そんな考え方を提唱している人もまあいます、ね、そしてまあよく人間の赤ちゃんの、ね、まあ、生後1年ぐらいの間を、ね、比喩的に第4トリメスターなんていう言葉で言うことがあります。トリメスターっていうのは3分割、ね、3分の1です、ね、だから妊娠期というのは、ね、前期中期後期っていう3つに区分するんですが、そういう観点から言うと第4トリメスターってすごく矛盾した、ね、言い方です ね、 ね、だけどこれが意味しているのは確かに生まれてきてるけどね、状態からするとまだお母さんのお腹の中にいるような状態、ね、まあ、そういう意味で、まあ、人間の赤ちゃんというのは運動、自分で運動できません。もうジェネラルムーブメントといってですね、手足をバタつかせる、ね、複雑で変化に富んだ動きはしているけれど、まあ、実際にそれこそ移動したりすることができない、ね、それから、まあ、摂食能力、自分で、ね、食べることができるか、ね、お母さんにおっぱいを差し出して、ね、乳首を加えさせてもらわないと、ね、栄養を取れない、ね、自分で取りに行けない、ね、さらには、まあ、体温維持能力、ね、人間の赤ちゃん特に裸ん坊で生まれてきます、ねね、まあ、赤ちゃんには独特の褐色脂肪細胞っていって熱を作る、ね、そういう脂肪っていうのが細胞が一部あるんですが、大人と違って震え熱産生って言ってですね、ブルブル震えてですね、寒さに耐えるってことができない、ね、だからまだ震えることができない赤ちゃんというのは、まあ、例えば2時間ぐらい放っておかれるとですね、
まあ、暑いところではない、まあ、普通の環境ということを考えると2時間放っておかれると場合によっては3度ぐらいですね、体温が低下してしまうということもあるんじゃないか、ね、そんなことも言われることがあります。まあ、放っておかれるとあっという間に命の危険にさらされてしまうのが、まあ、人間の赤ちゃん、ね、すごく未熟だ、だけどって、ね、重い、ね、なんで重いかというと、まあ、ここにはいろんな学説があるようです、ね、もしお母さんからおっぱいもらえなくなったら、あるいは寒さっていうことに耐えるために、まあ、すごく分厚い脂肪っていうものを赤ちゃんは、ね、持って生まれてくる、ね、だからこれが体重が重いということにつながっている、ね、まあ、これはまあ、いろんな統計があるんですが、新生児っていうところで見たときにですね、ゴリラの赤ちゃんっていうのは2キロ弱、それに対して人間の赤ちゃんというのは3キロを超えるぐらいの重さで生まれてくる。でゴリラというのはオスにしても、まあ、メスにしてもですね、大人になれば人間の大人よりはたくましいわけです、ね、その大きくてたくましいゴリラの赤ちゃんがですね、軽い、ゴリラの大人がですね、ゴリラの大人が軽くて、ね、人間よりはちょっと成熟している赤ちゃんを育てるという事情とですね、人間のようにか弱い、ね、親がですね、未熟でそして重たい子供を育てなければいけないという事情を比較したときにですね、まあ、どれぐらいその養育の負担が大きいかというのは、まあ、容易に想像ができるかと思います、ね、あとこれも先ほどの近藤先生のお話の中にもあったのでもう簡単に進めさせたいと思いますがですね、まあ、人間の場合は、ね、その乳幼児期っていうところを終えてもなお手がかかるというね、まあ、一般的に乳児期ね、まあ、おっぱいをもらっている時期、先ほども近藤先生からお話がありましたけれども、まあ、チンパンジーの場合は、まあ4、5年ぐらいっていうのが、ね、お母さんにおっぱいをもらって大きくなっている時期、ね、まあ、それに対して、まあ、先ほど の近藤先生は 2.5 年、まあ、ちょっとここはアバウトに書いてありますが、大体まあ3年弱、ね、だけどその後の子供期、おっぱい卒業したけど、ね、親から餌をもらって、ね、保護してもらっていないと生きていけない時期、まあ、これが子供期ということになります、ね、まあ、これが、まあ、チンパンジーは 2,3 年に対して人は、まあね、10年を超えるぐらい、ね、まあ、第二次成長春期ということを、まあ、一つの、まあ、境目で考えたときに春期までの間にやっぱり10年ぐらいあった、ね、ということは、ね、人の、ね、子育てというのは、ね、赤ちゃんの時だけ大変じゃなくて、ね、それが終わってもなおずっと大変なまんま、ね、続くんだということですね。なんで子供期が長いか、いろんな学説あるようです、しかし、まあ、最近の一番有力な学説はこの脳梗塞説、ね、脳梗塞説、まあ、これ脳梗塞ではなくて、ねね、脳の、ね、成長によって他の体の発達というものが、ね、制約を受けるっていう考え方です。我々大人でも、ね、よく何にもしてなくても基礎代謝の段階でですね、1日に摂取した、まあ、カロリー、エネルギーの約4分の1、25% ぐらいは脳みそが使うっていうふうに、まあね、言われています、ね。じゃあ人間の赤ちゃん、新生児段階どれぐらい使うかっていうと、ね、65% ぐらい人間の赤ちゃんの脳が、ね、その栄養を使ってしまう、ね、ということはあとの 35% ぐらいで、ね、他の体の、ね、部位を発達させないといけない、ね、ということは乏しい栄養で、ね、他の身体部位を発達させなければいけないわけですので、ね、それだけゆっくりと時間が、ね、成長にかかるんじゃないか、ねね、ただ、まあ、いずれにしてもこの子供期が長いということによって、ね、大人から、ね、長くいろんなしつけとか教育を受けることになります、ね、これがまあ人間のいわゆる文化的な学習というところに果たした役割というのは、まあ、計り知れないぐらい大きいんじゃないか、ね、まあ、そんな考え方もまあされるようです、ね、でこういう人の特殊性というところから、ね、考えなければいけないことっていうのはとにかく養育の負担が大きい、そして長期化している、ね、ということはお母さん一人で、ね、子育てをしようと思っても到底無理だ、ね、
そういうところでヘルパー、サポーターというのが、まあ、必要になってきた、ね。まあ、専門的な言葉はよく繁殖協力、ね、誰かの手を借りて、ね、誰かに、まあ、手伝ってもらって協力してもらって繁殖を有利に進めるという性質というものを人間は獲得してきたんじゃないか、ね。じゃあそのヘルパー、サポーター、ね、誰だったか、ね、まず考えられるのは当然お父さんという存在、ね。お父さんというのが、まあ、育児というところに、まあ、参入してきた、ね。まあ、それは直接的な育児ということもあるかもしれませんが、まあ、食べ物を運んだりあるいは、ね、防衛したりというところで、まあ、重要な役割を、まあ、持っていたかもしれない。これも先ほどの近藤先生のお話の中にあったわけですが、父親が参入するということは、まあ、同時に何を意味しているかというとです、ね、特定の男の人と女の人がです、ね、長期的なパートナーシップを、ね、結ぶ、ね、何十年も、ね、同じ人、ね、同士でずっと絆を、まあ、結んでいく、ね。まあ、これはやっぱり生物の中では比較的珍しい性質、ね。まあ、一夫一妻って言ってもいいかもしれません、ね。そういうふうな関係性を取り結ぶ中で、ね、生まれてくる子供というのは、ね、お父さん、その男の人にとっては、あ、これはね、確実に自分の子供だっていうふうに分かる、ね。まあ、つまりは自分の遺伝子の、ね、ちゃんと継承者だっていうことの確信というのがより持ちやすい。だからいっぱい投資をしよう、ね。投資をしたら子供がちゃんと成長して、また、ね、その子供も子供を産んでくれて、自分の遺伝子は、まあ、もっともっと維持拡散していけるはずだ、ね。まあ、そういう中で、ね、一夫一妻、ね、この長期的なパートナーシップを固く取り結ぶ中で子供を産み育てる、ね。まあ、これが、ね、生物学的な意味でも、ね、オスという存在、父親という存在に、まあ、とってすごくメリットが、まあ、生じてきた、ね。まあ、よく心理学的にはこういうふうな長期的なパートナーシップを取り結ぶために人間独自の感情としてアフェクション、愛情、ね、ただ、ね、この人と一緒にいるだけでなんとなく気持ちがいい、安らぐ、ね、もういるだけでそれが社会的な報酬になるっていう感情、ね。まあ、こういうものが、ね、感情的な接着剤として生まれてきたんじゃないかとか、ね、あるいはそういう関係が壊れたら怖いっていうことでジェラシー、嫉妬なんていう感情が進化してきたんじゃないか、まあ、そんな、まあ、学説もありますね。あとは、まあ、おばあさんという、まあ、存在が非常に、まあ、重要だったんじゃないか。これは、まあ、最近、グランドマーザー仮説ということで、まあ、生物学であったり、まあ、人類学の領域では、まあ、かなり、まあ、注目されている、まあ、考え方ということになります。まあ、他の生き物のメスというのは、基本的には死ぬまで自ら、まあ、子供を産む。そして、まあ、子供を産めなくなるっていうことが、まあ、イコール死であったりします。しかし人の場合は、ね、まあ、それこそ閉経後も長く生き続ける、ね。まあ、これは他の生物と比較したときに、まあ、かなり特異な人間の性質だというふうに言われることがあります。なぜ閉経後の、ね、女性が長く生き続けるのか、そこにどういう生物学的なメリットがあるんだろうか。まあ、いろんな議論がされているわけですが、まあ、その中でやっぱり一番有力な仮説というのは、ね、おばあさんという存在は、ね、やっぱりヘルパーサポーターとしてやっぱり際立って重要な役割を担っていた可能性があるんじゃないか、ね。まあ、自分の子供の子育てを援助する、そしたら子供がもっとたくさん子供を産んでくれるかもしれない、ね。あるいは孫の世話をする、孫が確実に大きくなってくれるかもしれない。これはおばあさんにとってもそれこそ、ね、まあ、生物学というのは適応というのは、ね、基本的にはやっぱり遺伝子の論理で考えるわけですので、ね、まあ、自分自身の遺伝子というのが間接的な意味で維持拡散されていくということを意味します、ね。だからいっぱい子育て、ね、手伝ってもおばあさんにとっても生物学的な、まあ、メリットがある、ね。まあ、おじいさんもするだろうっていうね、まあ、そういう話も、まあ、当然あるわけですが、おじいさんももちろん子育てのヘルパーとしては重要なわけですが、ただおじいさんというか、まあ、男性の場合は、ね、基本的には女性の閉経にあたるものがない、ね、ずっと、まあ、自分自身が、まあ、直接的なお父さんになり続けることができるということで、あんまりその
おじいさんということの役割というのはあんまり問題されることが少ないようですね。ただこのおばあさんという存在が非常に重要になったようだ、ね、そしてさらに最近の、ね、最近というか、ね、例えばサラ・ハーディさんという人がいます。サラ・ハーディさん、女性のやはりですね、生物学者ですが、この人なんかは、このマザー・ネイチャー翻訳が出ておりますけれどもですね、この人なんかはそれこそ人間というのはもともとは、ね、血縁非血縁ということに関わりなく集団で共同で子育てをしてきたというふうに考えた方が自然なんじゃないかということですね。いろんな人の手を借りて、ね、子育てというのは成り立ってきた。これは先ほどから申し上げているように、人間の赤ちゃんというのはもう放っておくとすぐ命を落としてしまうぐらいにか弱い存在、ね、いろんな人の共同体制がなければ、到底生きて、ね、成長するということができないかもしれない、ね、そういう中で、本来人の、ね、養育というのはアロケアとかアロペアレンティング、ちょっと英語で書いてあるんですがなかなか訳せない言葉です。アロケア、ね、親以外の特に母親以外の人による養育というのが、ね、あまねく存在するような世界、ね、それがもともとの人の、ね、子育ての状況だったんじゃないか、ね、それこそセーフティーネット、ね、お母さんが忙しくてダメでも、あるいはお母さんが病気になっても誰かが代わりになる、ね、あるいはその人もちょっと、ね、ダメでも誰かがまた代わりになるという、ね、そういうセーフティーネットが、多層的に張り巡らされているような子育ての状況っていうのが、あったというふうに考えてもいいんじゃないか。でそういう観点から見たときに、果たして現代の子育てってどういうものなんだろうか、ね、確かに、ね、男女共同参画、ね、あるいは育免、ね、というのが増えてきている、ね、あるいは保育っていうのがさまざまな形でサービスを拡充してきている、ね、いろんなことが、試みられています、ね、しかし、ね、もちろん一頃に比べればだいぶその程度は弱まってきたと思いますが、やっぱりいまだにその母子関係中心主義ということの、ね、考え方というのは、根強く残っているのかもしれない、ね、実は人という生き物のその進化の歴史の中で考えると、それこそお母さんだけがとっても、ね、重要な子育ての重要な担い手っていうふうな、ね、ことっていうのはかなりそういう考え方をするのは、歴史的に言うと最近のものだというふうに、言われています、ね、でも、我々にとってはやっぱりお母さんって特別な存在で、一頃、ね、もう30年以上前になりますが日本でも母言病っていう、ね、言葉が流行ったことがあります、ね、子供が何か、ね、うまく育たない、病気になる、ね、あるいは非行に走る、ね、全部お母さんに原因がある、ねそういう母言病って言葉が、ね、流行ったことがありますけれども、割合そういう意味で必ずこの何かがあるとマザーブレーミング、ね、お母さんが悪いんだっていうような、ことが言われるような風潮というのが、ねね、今はだいぶ薄まってきているとはいえ、ね、でもまだ、ねね、消えてはいないのかなという気がします。で、こういうふうなことの背景には、一つはこのマターナルデプリベーション、ね、母性的養育の剥奪っていう、言葉が関係しているかもしれない、ね。母性的養育の剥奪っていうのはもともとはジョン・ボールビーさんというイギリスの児童精神科医の人がですね、第二次世界大戦で親を失った、戦争孤児の、戦争孤児が、ね、施設に収容される、ね、栄養条件改善した、ね、環境条件改善した、ね、子供ちゃんと、ね、育ってくれるだろう、ね、でも実は、ね、条件いろいろ改善したけど子供をうまく育たない、ね、発達の遅れや発達の歪みというのが依然深刻な問題としてある、ね、なんでなんだろうか、ね、子供は食べ物を与えられて温かくされて、ね、おもちゃを与えられれば育つかっていうと全然そうではなくて、ね、この人はそこでマターナルデプリベーション、ね、そのまま訳すと母親の剥奪、ね、要するに戦争で親を失った子ども、ね、要するに親との親密な関係性、あるいは親だけではなくて特定の子どもにとってかけがえの大人との関係というものが剥奪されること、それ自体が、ね、子どもの発達を大きく歪ませてしまうんだ、ね、
だから、まあ、施設で生活しているお子さんというのはその剥奪を経験していると同時に、ね、施設に入ってからも、ね、その前の、ね、お母さんとかお父さんの代わりになる、ね、特別な大人との関係を取り結べない状態が、まあ、長く続く、ね、まあ、そういうことを、まあ、この人は言って、まあ、その後このボルビーさんの考え方に従って、ね、世界の、まあ、施設環境なんかは随分と改善されていったということが、まあ、あるわけです。ただまだそれは、ね、全然過去の話ではなくてですね、まあ、これは今年出たばかりの本ですが、まあ、ルーマニアの孤児に関わる研究です。まあ、ちょうどルーマニア革命、ね、1989年ルーマニア革命、ね、チャウシェスク政権というのが崩壊しました、ね、そしてそのチャウシェスク政権が崩壊した後に、まあ、よく、ね、チャウシェスクの落とし子っていう言葉で言われるかもしれませんがですね、施設に収容されているお子さんたちというのが世界のメディアに、まあ、メディアによって公になります。悲惨な状況です。ルーマニアの孤児院というところはですね、まあ、全然専門的な、ね、教育を受けていないような大人のスタッフというのが20人とか30人ぐらいの赤ちゃんを、ね、まあ、育てるというか、ね、かろうじて、ね、まあ、哺乳瓶を加えさせるようなことをやっているというような、まあ、状況、ね、で、まあ、そして、まあ、それと同時に、まあ、その、ね、ルーマニアの年子というのは、小児のエイズ、ね、結局国が貧しくて、ね、十分な栄養を与えられないので大人の血液を栄養剤として子どもに注射して与える、ね、そうするとでも大人の血液に含まれている、まあ、そのエイズというのが子どもの間でやっぱり広まっていく、すごく深刻な問題になる。で、まあ、実は、ね、そこで発見された子どもたちというのはその後カナダ、イギリス、アメリカなどにですね、里子に引き取られるなどして、ね、もちろん手厚いケアを受けたという、まあ、事実というのはあったんですが、実はその後も実はルーマニアの孤児院というのはかなりの改善が行われてはいるんですが、まだね、十分に子どもの発達を完全に保障するようなものには、まあ、なっていません、まあ、そういう意味で、まあ、こういったお子さんたちというのがそれこそちっちゃい頃にそういう特別な大人との関係性を剥奪した時にどうなってしまうかという研究そして実践というのは今なお、ね、ホットな、まあ、トピックであり続けているという気がします。で、まあ、こういうボルビーさんの、まあ、功績というのは大きいんですが、もともとボルビーさんという人はこういう三巻本、もともとアタッチメント&ロスという、ね、タイトルの三巻本を書いております、ね、しかし、まあ、例えば日本語でこれが訳されたときにはアタッチメント&ロスというタイトルではなくて、まあ、母子関係の理論、ね、で、まあ、ここから想定されるのはじゃあこのボルビーさんの考え方っていうのはお母さんという存在が子どもの発達にすごく重要だということを強調する考え方なんじゃないか、ね、まあ、そんなふうに、まあ、考えられてしまう、ね、ことが現実にあったわけですね。そしてこのマターナルデプリベーション、ね、マターナルって母親ですからそのまま訳すと母親の剥奪なんですが、ボルビーさんが本当は言おうとしたマターナルっていうのは母親の剥奪ではなくて母親的な役割を果たす養育者、ね、もう子供にとってかけがえのない、ね、大人って、ね、だからお父さんでも構わない、ね、おばあさんでもおじいさんでも構わない、ね、保育士さんにも、ね、保育士さんもなりうる、ね、学校の先生だってなりうる、ね、まあ、ボルビーという人は、ね、おっぱいを別に、ね、与える人でなくても、ね、子供というのは、ね、その人に非常に選択的に懐くということがあり得てその関係が重要だ、ね、まあ、実はボルビーという人はこのおっぱいをもらうということの重要性を否定したということで、もともとこの人は児童精神科医でも精神分析という立場の研究者だったんですが、精神分析という考え方っていうのは親子関係の成り立ちに授乳ということを絶対的に重要視するんですね。
でそれをこの人は否定して、別におっぱいもらわなくても、ね、与えてくれる人でなくても人、子供にとってはすごく重要な人物になり得るということを強調したんで、まあ、その後破門されてしまうなんていうこともまああったということがあります、ね、ただいずれにしても、ね、ちょっとこの考え方が誤解されて、まあ、母子関係中心主義みたいなものが、まあ、割合こう誤って広まってしまったということはあったのかなという気がしますね。でまあ、ただ、まあ、このボールディさんの考え方っていうようなもの、そしてその後の研究を全て総じて見ていくと、子どもの発達に大きなダメージとなるのは、ね、特定の欲者一人の剥奪ではなくて、もしましてや母親の剥奪では必ずしもなく、ね、先ほども申し上げたようにサポートネットワーク、ね、多重に子どもを支えるというそのネットワークが希薄になると、子育ての質というのは、ね、やっぱり低下してしまう、ね、現実的にネグレクトや虐待というのも、ね、孤立した環境下にあってサポートをほとんどもらえない、ね、養育者の下で生じる確率が非常に高いということ、これは現実的にいろんな研究で、まあ、明らかになってきているわけですね。まあ、それにからすると、ね、進歩ということを考えると、これからやっぱり進歩してるかどうかっていうよりは、多分進歩していかなければいけない、ね、現代の事情にかなった集団子育ての、ね、模索を多分、ね、急いでいかなければいけないというのが、まあ、あるんだろうなという気がいたします、ね、そして、ね、もうずいぶん時間があと15分ほどですが、ね、何がいかに育まれてきたのかっていう観点からもう少しお話をしてみたいと思います、ね。まあ、実は、ね、乳幼児期の発達において、ね、重要なこと2つあるなんていうふうに言われていますね。まあ、専門的にはこのジョイントネスというのと、まあ、アタッチメントということであります、ね。ジョイントネスって何かっていうと、誰ということにかかわらず、ね、近くに人がいたら、ね、つい人の方に対して関心を向けてつながろうとすること、ね、実は人の赤ちゃんというのは、ね、生まれた段階からすでにこういう傾向を持っています、ね。そして、ね、徐々にそれが特定の誰かというね、ね、この人って、ね、まあ一人とは限らないですが、特定の誰かに対してくっつこうとする、ね、くっつき続けようとするという傾向を、まあ、備えるように変化していくというふうに、まあ、言われています、ね。そして大人も、ね、子どもが注意を向けてくる中でつい赤ちゃんに引き込まれていく、ね、そして引き込まれていって今度はこの子っていう、ね、例えば自分の子どもっていうふうなところにね、絆ということを形成していく、まあ、そういうプロセスがあるのかなという気がします、ね。でまあ、実はこのジョイントネスね、まあ、ここに互いに感応し合い、感じて応答するという、ね、そして感情的につながる傾向のことを、まあ、ジョイントネスという言葉で言っています。これが普通に生じることが、ね、発達の呼び水となるんだという考え方が、ね、今されるようになってきています。でまあ、発達の呼び水、実はこの普通にこのジョイントネス、ね、感情的に反応し合うっていう状態があることによって社会的な脳と心っていうのが徐々に形成されていくんだ、ね、逆にそこにちょっとね、齟齬があったり失調があったりすると、ね、少し子どもの発達というところにね、特異性が生じてしまうことがあるんじゃないか、まあ、そういうふうな、まあ、学説というのが、まあ、ありますね。まあ、そもそも人間の赤ちゃんというのは、ね、感応する性質を持っていますね。人の赤ちゃん何が好きかっていうと人が好きです、ね。まあ、厳密には人そのものって言えるかどうか、ね、ちょっと議論があるんですが、近くに人の顔があったら他の何よりも人の顔を見ようとしますね。いろんな音が聞こえるっていう状況の中で人の声が聞こえればやっぱり人の声を聞こうとします、ね。何やら人が動いてる気配っていうのが感じられるとやっぱりその動きっていうところに、まあ、子どもというのは注意を向けてしまう、ね。要するに自然と感応する傾向があります、ね。そしてただ関心を向けるだけじゃなくて、ね、例えば他の人の感情に、ね、伝染するかのように巻き込まれていったり、ね、あるいは真似をしたり、新生児模倣、ね、もう赤ちゃんの段階から舌出しに対して舌を持って反応するとかですね、まあ、そういうことをしたり共鳴するような動作で、ね、反応したりですね、まあ、そういうことがありますね。
実はこういった感応する子どもっていうのはね、逆に言えば他の大人たちを感応させているっていうふうに言うこともできるわけですね。まあ、一つは人間の赤ちゃんっていうのはただでさえ可愛いね。ちょっと恥ずかしいんですが、これは私の研究室の本棚のね、ちょっと一部なんですが、こんなにたくさんぬいぐるみがあります。これ自分の趣味ではなくて、学生さんがなんか誕生日とかいう時にくれたりするものがこんなに集まっているということなんですけれどもですね、まあ、実はこういうぬいぐるみっていうのはそれこそ赤ちゃんっぽいんですね。すごく赤ちゃんっぽいんですね。そして、今ブームになっているゆるキャラっていうね、いろんなゆるキャラがあるんですが、ちょっとここは東大阪市の、ね、石切参道商店街のイメージキャラクターの石切というのをちょっとですね、借りてきたんですけれども、ちょっと見ていただけると手足が短いです、ね、で頭でっかちです、ね、で体が丸みを帯びている、ずんぐりむっくりしてます、ね、これは人の赤ちゃんの特徴と全く一緒ですね。そして顔を、ね、見るとおでこが広いです、顎がちっちゃいです、ね、目の縦幅が、ね、大きくて、ね、そして黒目がちです、ね。こういう一連の赤ちゃんの特徴に触れると、ね、我々大人っていうのは、ね、もうただではいられない、ね、基本的にかわいいっていうふうに思ってしまう傾向、これは全世界共通、ね、誰から習い覚えたわけではなくて、ね、我々人というのが、ね、赤ちゃん、ね、これは人の赤ちゃんに限らず、実は動物の赤ちゃんに関しても我々人っていうのはやっぱり可愛いと思ったりするわけですが、そういう傾向を持っている、ね、そしてそのただでさえ可愛い赤ちゃんが、ね、さっき人に感応してくるって言いましたけれども、ね、大人の側からすると見つめられるわけです ね。ただでさえ可愛い赤ちゃんが自分の方をじっと見つめてきてですね、しかも社会的な発信、あーとかうーとか言ってですね、ニコーとかしてですね、自分の方を見て、ね、ニコッとする、あるいはギャーって泣く、ね、そしてさらにはさっき社会的共振、ね、何かしてあげるとさらにそれにこう同調するような動きをしたり声を上げてくる、ね、ただでさえ可愛い赤ちゃんが自分の方を見て、ね、あーとかうーとかですね、あるいはニコッとかしたり泣いたり、ね、そしてさらに何かしてあげると反応してくる、ね、まさに赤ちゃんが自分に、ね、話をしてくれているような、ね、お母さん寂しいよとかですね、お母さんもっと遊んでよとかですね、お母さんいやいやって言ってるとかですね、つい我々はその赤ちゃんの心の状態というのはですね、感じ取ってしまうみたいなところがあるんだろうという気がいたします、ね。この感応する、感応させるっていうのは、要するにいかにもコミュニカティブ、ね、コミュニケーション好きな外形、ね、別に実は赤ちゃんというのは意図的にそういうことをしてるんじゃなくて、人が周りにいるとほぼ自動化された形で反応してしまうという傾向を持っているに過ぎないと言われています、ね。だけど大人側からすれば、ね、まさに赤ちゃんはニコッとした時には嬉しいっていうふうに自分に言ってくれているような、ね、泣いた時には、ね、お母さんいなくて寂しかったよっていうふうに言っているような、ね、そんな気持ちになってしまうというのが、ね、ごく普通の感覚なんじゃないか、ね。よく大人の側にもこういった赤ちゃんの特徴に応じる仕組みというのが、それこそ共振化、うまく噛み合うように進化してきたなんていうふうに言われることがあります。一つはもう そもそも、ね、さっきの赤ちゃんっぽい特徴につい惹かれてしまうなんていうのは、ね、これはまさに我々大人に生徳的に備わったものだ、ね。あるいはマインド、マインデッドネス、これマインドは心です。こっちのマインドは動詞、気遣って、でリッドっていうのは完了形になってね、気遣ってしまっている、ね、いつの間にか気がつくと赤ちゃんの心を気遣ってしまっている状態、意図して頑張って赤ちゃんの心を読み取らなきゃっていう感じではなくてですね、要するに赤ちゃんを目の前にすると我々はついそういう状態になってしまっているという、ね、そういうことがあるという、ね。そしてもう一つはインチュイティブペアレンティング、直感的な育児、ね、誰から習いを覚えたわけではないけど、ね、ついできてしまうこといっぱいあるよ、ね。例えばペアレンティーズ、マザーリーズ、あるいはベビートークなんていう言葉で言われることがあります、ね。赤ちゃんに対して我々は今日はいいお天気です ね、今日の、ね、東大の公開講座はどうでしたかなんていう話しかけ方をするはずがないです ね。今日はいいお天気ですねっていう、例えばそんなような言い方をするわけですね。声が高くなってゆっくりになって、ね、短く区切ってね、で同じことを何回も繰り返して、ね、抑揚豊かに、ね、
これも全世界、ね、共通の特徴って言われていますね。こういう赤ちゃんに対してつい我々が、ね、取ってしまう語りかけ方っていうようなものも実は、ね、赤ちゃんの言葉の発達というところにすごく役立っているんじゃないか、ね、まあ、そういうような、まあ、研究というのも、まあ、たくさん行われているところが、まあ、あります、ね、で申し上げたいことっていうのは、まあ、ちょっとこの辺はもう飛ばしますがですね、こういうジョイントネスっていう状態にあると、ね、子どもの社会性の発達の基盤というのがそこに生み出されてくるんだ、ね、そして、まあ、もう一つ、まあ、アタッチメント絞り込まれていくということになりますが、ね、子どもは怖い不安だそして不快、ね、怖くて怖くてしょうがないとき子どもはくっつこうとします、ね、くっつこうとする、ね、とにかくくっつこうとすること、これがアタッチメントです。怖くてしょうがないときにくっつこうとすること、で要するに子どもの感情の崩れを、ね、実は誰か大人との関係を通して、ね、調整する仕組み、まあ、これをアタッチメントっていう言葉で言うことがあります、ね、怖くて怖くてしょうがない時にギャーって泣いたら誰かが近づいてきて抱っこして守ってくれた、ね、フェルトセキュリティ、ね、ああもう大丈夫だっていう安心感に浸れます、ね、でもこの安心感っていうのは、ね、実は一回きりじゃなくて、ね、同じ人から、ね、泣けば必ず誰かが自分のところに近づいてやってくれる。例えばお母さんお父さん、ね、泣けば必ず、それが1回10回100回1000回万回繰り返される、ね、でそういう状況の中で、ね、怖い時不安な時にギャーッで泣けば必ずあの人は来てくれるはずっていうね、カンフィデンスインプロテクションというのは保護してもらえるということに対する見通し、ねね、怖い時に泣けば、ね、あの人から助けてもらえるんだというその見通しが成り立つ関係を、よく、ね、情緒的な絆っていうのが成立している関係、ね、実はそういう関係というのがひとたび、ね、発生すると、まあ、よく人間の子どもの発達をこういう安全感の輪っていうものに、ね、なぞらえてみることがあります。こっちにいるのが大人です。お母さんであったりお父さんであったりあるいは保育士の先生かもしれません。安全の基地、ね、子どもは元気よく飛び出していきます。元気よく飛び出して、ね、好奇心に駆られて何か触ったり何か動かしたりしていっぱい、まあ、遊ぶわけです、ね、だけどすぐ転ぶ、ね、あるいは振り返ったらいるはずの人がいない、暗くなる、すぐ怖くなる、不安になる、ね、あるいは思い通りにならない、不快になる。そうすると動きのベクトルを反転させてあそこに行けば大丈夫って避難所めがけて子どもは駆け寄っていく。そしてここでまた情緒的な燃料補給を受けてまた飛び出していく。この輪っかの繰り返しというのは子どもの日常だ、ね、実はこの輪っかっていうのが確実に回るっていうのが子どもの健康な発達そのものなんだっていう考え方をすることがあります。そして子どもが成長するっていうのはこの輪っかが徐々にこう拡大していくことですね。ちっちゃい1歳2歳で3歳あるいは幼稚園小学校とかの子ね、で子どもが本当に大人になると、ね、あの青春期なんかになるとすごく大きいかもしれません。めったに戻らなくてもいい、ね、これが、まあ、ある意味での自立性の獲得ということです。基本的には怖くて怖くてしょうがないという時に確実に守ってもらえるという見通しを持つことができることによって我々は実は世界に対してチャレンジングに冒険ができるようになる。何かあったらあそこに帰ればいいんだっていう見通しに守られて我々は大胆に冒険ができるようになる。自立性を持てるようになる。だから心理的に確実にくっつけるっていうことと、ね、自立するっていうのは表裏一体のものというふうに考えられることがあります。でこの、まあ、輪っかが回るっていうことが、まあ、人の子育てにとって、まあ、非常に重要なわけですが、ね、まあ、何が、まあ、ここでもうここで申し上げたいことって何かっていうとですね、実はさっきのジョイントネスにしてもアタッチメントにしてもですね、基本的にここに道具とか知識とかっていうのはいらないということなんですね。基本的には子どもが寄せてくる感情、そしてまたそれにまた、ね、応じてしまう大人の感情、ね、
まあ、この絡み合いの中で先ほどのジョイントネスアタッチメントというものが機能する、そして機能する中で社会性というものが育まれていく、まあ、かつて心理学の、ね、中ではこれはバラス・スキナーさんという人なんですが、ね、まあ、あのウォールデン2ってあのヘンリー・ソローという人が、あのウォールデン森の生活という本を書きましたがです、ね、その人をリスペクトしてウォールデン2、ね、という心理学的なユートピア小説を書きました、ね、でこの人は人の幸福に感情いらないという立場の人ですね。子育てに親があからさまな愛情を持って望むこと、これはすごく危険気まわりないということで、ね、かつてそれこそエアークリブっていうね、育児を徹底的に制御するような装置、空調設備がついた、まあ、育児箱のようなものを、ね、これを作ろうとしたことがあります、ね、でも作ろうとして売れたかっていうと売れたっていう話は聞きません、ね、結局こういったものっていうのはあまり役に立たなかったような、ね、でまあ、そういう中でさまざまな育児情報とか育児補助ツールが氾濫する中で、ね、まあ、人本来のいわゆる感情に素直に導かれた育児っていうのを見直してみるっていうことも、まあ、重要なんじゃないか、ね、まあ、いくら技術や科学が進展しても、まあ、そこには替えのきかないものというのが、まあ、どうもあるようだと、ね、まあ、そういう意味で、まあ、あの最後ちょっとこれはあれなんですが、まあ、2つの問い、ちょっとあの1分ほどあれなんですが、ね、誰にいかに子育てされてきたかっていう視座から見ると、現代の人としての子育てはもしかしたらやや大歩してるかもしれませんね。集団で子育てを支えていくというような、ね、その仕組みということから言うと、ね、これはまあやや壊れてきている、ね、しかし、ね、こっちのカタカナ書きの出ない人、ね、人、ね、としての、ね、我々というのは、ね、まあ、保育であったりとか、ね、あるいはいろんな形の育児支援という形で、もしかしたらまあ別の形で、その集団子育てのね、いい、ね、その方向性ということを模索しているのかもしれない。そういう意味では、ね、進歩を今、ね、まあ、我々が、ね、何とか成し遂げようと躍起になっているところがあるのかな。で、2番目の何がいかに育まれてきたのかっていう視座から言うと、もしかしたら子育てには今も昔もなく、ね、元来特にそこに進歩はいらないのかもしれないということ、ね、まあ、いわゆる、まあ、生物としての人と、ね、人間としての人の、ね、別はそこにはないのかもしれない、ね、まあ、それを、まあ、ちょっと私 の、 あの今日のお話の一つの結論としてですね、2分ほどオーバーさせてしてしまいましたが、ね、終わりにさせていただきたいと思います。ちょっと早口になって申し訳ございませんでした、ね。